実は私が今日着ているお着物は6話でスミレが初めて髪を結いに行くシーンがあるんですけど、そこで劇中でも登場したお着物なんですけど、今日私だけ舞妓さん仕様のお着物になっていて、ここが違うんですわかりますどう違うんですか。ここがちょっとこうなってて見えない人も多いから、こうなっててこうなってっていうのはどうなってんの。ちょっと説明できない、まあ、こうなっててちょっと詰めてあるんですよね。そうなんです、成長したらここを取って、はい、袖が長くなるんだよね。ありがとうございます。桃子さん姉さん大きに多分そうだと思うわなんですけど、スミレは蝶々柄なんですけど、私服でも劇中の私服でもすごい蝶々がついてる私服をたくさん着てて、で今日はスミレっぽいお着物で来ました。久しぶりに着れて嬉しいですだろう、お稽古を本当に最初の方からその近くで見させていただいてたんですけど、その日の夜に教えていただいたことを次の日の朝にはもう自分のものにされていて、それをすっごい心に残ってるんですけど、もう本当に学ぶことだらけで、あと劇中で黒髪を舞うシーンがあったんですけど、寒い中本当になんか本当に綺麗で、姉さんが本当に綺麗で、なんだろう、なんか近くで一番近くで見させていただいてたので圧倒されてばかり、本当にかっこよかったですありがとう。どんな顔していいかわからない1分間でしたわ。今姉さんすごい顔赤くなってきちゃってすごい照れますね真横でそうですね、なんか私はやっぱり出口さんとスーちゃんと一緒のシーンが多かったので、ほとんど2人のシーンだったんですけど、でも私自身は本当に逆にスミレから学ぶことが本当にたくさんあって、ふーんって言った今うーはーうーって言ったのねそう本当にまあこんな感じなんです、現場でとってもこういつも笑顔でいてくれて明るくて、なんか現場が大変な時もたくさんあったでしょうけど、そんな時にもこうスミレが、出口さんが変わらず現場にいてくれたことで、みんなが少しこうほっとするような安心感みたいなものがあったんじゃないかなと思うし、私が一番隣で元気づけられていましたね、はい。でも姿勢だったり、もちろん前も覚えなきゃいけないのもあったり、それを少しでも慣れるために別の現場でも扇子を持っていって普段の生活に取り入れてみたりしてたんですけど、なかなか前のお稽古が厳しくて、ちょっとお師匠さんが今日いらっしゃるということでそうなんです、お師匠さんがいらっしゃるんですけど、厳しくてお師匠さんも怖くてやばい怖かったんですけど、なんか本当に慣れないことばっかりだったので、でもその中でも自分でもうやりたくないなって思う時もたくさんあったんですけど、もうなんとか気持ちを保って頑張ろうっていう気持ちで、とにかく必死でやりましたね